しょ、ちょっと待って、待ってね。よいしょ、よいしょ、ちょっと。よいしょ。ちっちゃ。こんにちは。つるちゃん、おはよう。かわいい。おはようございます。あ、ピサピサ200回目のおもありがとう。おはようございます。ちょっと今からメイクをしていかないといけないので準備していきます。やばいんだよね、本当に。ちょっと時間が痛い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 。おはよう。今日から学校。頑張って、頑張れひなちゃん、頑張れひなちゃん。エミさ、学校いつからだっけ。8からなんだよね。なのに課題1個もやってない。行きますみたいな。いや、1個はやってるけど全然終わってない。どうしよう。ジロちゃんやめてください。ジロじゃない、ソルちゃん、ソルくん、ソルト。あーちいでしょね。ちょっと鏡持ってこなきゃ。新庄さん、スバルピカピカありがとう。ユニアンピカピカありがとう。ダイダイさん、世代ありがとう。ワンちゃんはまだなんか大きく感じてない、成長感じられない。ゆで太郎さんありがとう。嘘だよ。よしよいしょ。髪の毛もやってないし顔もやってないし、ピンチすぎてるね。挽回しなきゃ。メイクを10分で終わらしたい。だから55分ぐらいにしないといけない。終わらせないと。うちも今からメイク。あ、そうなの。じゃあ一緒にやりましょう、やりましょう。でも本当にミュウのメイクはこだわりがないので一瞬で終わります。なんか STU のなんかライブとか公演とかでやってる時のメイクとかはとかと違うから、違うからっていうか、そんななんかなんだろう、がっつりメイクをやったらね、なんかえって言われちゃうので、やっぱ友達からしたらね、それはねやりすぎみたいな感じだと思うので、ちょっと薄すぎ、薄すぎじゃないけど通常だったら薄いメイクをしていきたいと思います。
ようございます。チャーシューさん、はじめまして。はじめまして。ソルちゃん、ちょっとメイクの邪魔してきますね。ダメー、服ちぎらないで。ちょっとね、さっきね、ちっちゃすぎてどこにいるか分かんなくなったんだよね。チロルはなんかママにまだ出しちゃダメって言われました。早く3人連れてお散歩行きたいんですけどね、なかなか行けない。コンタクト、こちら、おはよう。ちょっと喉がさ、ガラガラかも。声が出ない。出ない。あれ？今コンタクトちゃんがないよ。あった。123、ありがとう、偉い。髪やばくない？大丈夫かな？どうしよう。まあ、いや。ああ。昨日からアミューのメール始めたからよろしくね。3期生初、本当に嬉しい。いっぱい送れるように頑張ります。そう、3月は結構ね、送れない時が多かったです。でも4月からはいっぱい送れるように頑張ります。コンタクト痛い。なんで？タンタンさん、ピカピカありがとう。よいしょ。おっとっとっと。よいしょ。したらなんかむくんでるかもしれない。やだな。だ、むくんでる時ってさ、メイクしにくいよね。しにくいって言っていつもの顔じゃないから難しくなっちゃうなって思います。よお、10時半には出ないといけない。なんか今日やばいかも。顔面が終わってるかもしれない。仲直りできましたか？もともと喧嘩してないから感じ。キラキラ弾けただけありがとう、タミさん。シロ、あれ、ソルはソル、シロは何をしてるの？で、家を出る前になるべくね、ラムネ君のお散歩に行きたいんですけど、先にちょっと時間あるって感じ。やばくない？結構ピンチか。おはようございます。西さん、ありがとう。ポップコーンありがとう。西さん、ジョージありがとう。シタローさん、誰もありがとう。あと、ありがとう。
メンデスの会社以外マジ、いややばいでしょ、この顔面なんだよ、すっぴんで嫌われちゃうレベルで結構やばいです。しかも今日はもう本当にむくんでる、なんか顔面がなんかやばいから、そう、あの8日に身なり検査があるんだけど眉毛が剃ったんですよ、メイクしにくいからね、ちょっとやばいんですよね顔面、え顔面じゃない検査絶対引っかかるのやな、どうしよう、嫌すぎて嫌って感じ。本当に嫌だ。でもさ、なんか眉毛すんないとさメイクしにくいからさしょうがなくない？な1日メイク1ヶ月に1回メイクするっていう感じじゃなくてさ、ちゃんと事情があってメイク、あの眉毛剃ってんのにさ、本当に嫌だ、どうしよう怒られたら。眉毛剃ってる、剃ってませんって言うかな、見間違いです、絶対怒られちゃう、どうしようどうしよう。最近の悩みは眉毛です。おはよう。宿題せんといけんけど眠くてやりきれない、ガチ？みーもめっちゃ目開いてんだけど、なんで？まあでもあるよね、みーも宿題全然やってないから大丈夫だよ、まあいつかやればいいかなって感じだって、まだ日にちあると思うしいや3年生から頑張るって決めたから、春休み期間はまだ3年生じゃないからみーの学校としては。髪がやばい、こちらのこちら、じゃあ紹介してる場合じゃない、皆さん100名の方もありがとう、桃太郎さんピカピカありがとう、引っかかった引っかかったら、あの毎日か分かんないけど1週間に1回か分かんないけど剃ってないよ、剃らないためにあれしないといけない、行かないといけない、先生の部屋マジやだよね、普通にめんどくさいです、なるべく引っかかりたくないんですけど、眉毛を見る先生がいつも怖い先生なんですよ、時計もやばいなみたいな感じです、絶対怒られちゃうんですよ、見え無理、なんで身を送らないといけないのって感じなんですけど、何されるんて、そうなんですよ、続けないといけないから。でも1ヶ月前に思いっきり剃ってしまってから、もう生えてこんくなってから、生えてきてるけどなんか短い毛が生えてきてるんですよ、眉毛の途中経過みたいな、けどそうなるとなんかそこを剃らないとバレちゃうから、でも剃ったら細くなっちゃうから、どんどんどうしようかなっていう問題です。このあと4日、違う6日ぐらいで生えてくるのかっていう問題なんですけど、多分生えてこないんですよね、やばい間に合わない、やばい、あと2分で配信終わらないといけない、どうしようどうしよう、いろいろどうしようなんだけど大丈夫か、
んか今日すっぴんな大人っぽく感じたよ。本当に絶対嘘じゃん、絶対嘘じゃん、そんなの絶対嘘じゃん。もうエイプリルフール終わったよ。本当にすっぴんがもう、もうやばくて無理、顔面やばすぎて嫌い。だけやっぱメイクは偉大だなって思いますね。やばい、ハゴピンダルマありがとう。こんにちは。やばいもんね目が。おはようございます皆さん。犬に抜かれましたってよ。そんな絶対通じないから、そんなことはもう絶対通じないんですよ。絶対通じない。本当に通じない。どうしよう、怖いんだよね。しかもめっちゃ先生が、だからもうどうしようもないもん、悩んでる。だから3年生も同じ先生だったら、あのみなりのね、絶対怒られちゃう。どうしよう、こっちだって反りたくて反ってないんですけど、っていうか反りたくて反ってないんですけど。おはよう、まーさん。ありがとう、嘘だよ。起きてから2時間は目が開かない。絶対それは嘘でしょ。2時間は嘘。ちょっと待って。腕忘れた。頑張る分にはかない。シュ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 。シャーツになったら自分はこれになるやん。早く。でも JK、そうね。もう JK になりたく、なりたいけど、なりたくない。だって JK になったら一瞬って言うじゃないですか。それと同じように JK になったら、もう社会人になるわけじゃん、JK 終わったら。だから、なりたくないっていう部分もある。あと受験大変だし、めっちゃ嫌です。嫌なんですね。やだな、もうでも思う、中3じゃけ、中3行って高1高2高3でもう社会人、早くない？一瞬じゃん、無理。まあ大学行ったら別の話だけど、早すぎて無理です。どうすればいいんですか？過ぎじゃない、いいんです、いつもこうなので大丈夫です。もう時間ない、やばい。
5分に配信終わろうかな。まあ前髪で隠れるから眉毛はどうでもいいから、何してるっけな、シェーディング赤ちゃんさんありがとう、はよー赤ちゃん使いありがとう、はじめまして、ありがとうございます。まあいいんですよ、今日は別に何でもないから、何でもなくはないけど遊ぶだけなんで。そう、昨日言ってた修学旅行のやつで、から今日修学旅行の服を買いに行かないといけないんですよ。買いに行くっていうか喧嘩しないよ、友達と合わせるから服を、そのやつを買いに行くんですけど、別に服はこだわらなんかも何でもいいかなみたいな。ひきまくんピカピカありがとう。さなみんさんはじめまして、ひなありがとう、ピカピカ、くわばらさんカートありがとう、なんちゃん元気、そうめっちゃ元気、うわー勝ったしたら鼻をかきます。トゥ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 、ちょちょちょ、今濃いなって思ったでしょ、鼻筋今から薄くなります、なりマッシュマッシュルマッシュル、そしたら筆でぼかしてもうマジ時間ない、こんなことしてる場合ない、場合ない場合じゃない、ございます。今日は夜配信ありません。ミトさんほらありがとう、サンソンさんピカピカありがとう、うちも検査あってめっちゃ怖いしなきゃいけないのでガチ、なんでずるいかもそれは普通に、でもさなんかね、ティーチャーによるよね、ティーチャーティーチャーなんぜって感じなんだけど、普通に本当にマジでやばい、もう無理、なんで怒らないといけないの、腹立つ。でもそのなんでなんで本当に無理、ちょっと理解してほしいですよね、眉毛ぐらい高速で決まってるとはいえね、そらなきゃいけないっていう事情があるんですから、本当にムカつくん、世界が綺麗、本当にやばいでしょ今爆発、いつもの増してやばいですよ、あやばい、配信もらって、ちゃんとさんピカピカありがとう、ラストマンさんやったものもありがとう、ワンちゃんさっき見せました、そう今年受験なんですよ、マジ無理どうしよう、普通に生命の危機って感じなんですけど大丈夫か、こんにちは、ちゃんさんピカピカありがとう、レイナさんバラありがとう、こちら眉毛やった
洗いけないね、それね、それね、それな、ほんまに何でも眉毛言っちゃいけないの、ほんまにね、やらしてよ眉毛ぐらい。修学旅行自分もあと2ヶ月後ぐらいか。そうなの、あ、そっか、もう中高2だからか。昨日喧嘩した友達の顔やった。喧嘩という喧嘩はしてないので、別に泣くのよりも何もないです。眉毛は仕事してるの。そうなんですよ。けどそんなん言ったら、いや校則は校則だからって言われるんで、絶対はぁってなりますね。さきさん、ハートありがとう。本当に当時さん、ハートありがとう。こちらありがとう。じゃあ準備したいと思います。13日、チョゲさん、12日、トロさん、11、ヒナ、10位、カバビン、9位、サンソンさん、8位、ユーニャン、7位、1、2、3、6位、フクさん、5位、キーマくん、4位、桃太郎さん、3位、ニッサン、2位、チャンタさん、1位、ワスワレでした。配信見に来てくれてありがとうございます。ありがとう。ちょっと顔面がやばいので、顔面処理してから髪の毛やってから、はい、ちょっと海は行かないといけないので、ありがとうございました。じゃあまた配信明日しますので会いましょう。 X 見てください、皆さんお願いします。スイバラさん、ピカピカありがとう。じゃあねー。